はい、どうもエキゾチックオッタです。今回はですね、爬虫類ショップのウサギとカメさんにいるマツカサトカゲさんを紹介していきたいと思います。見た目はね、こんな感じでゴツゴツしてるんですけども、実際に触ってみるとね、めちゃくちゃ可愛いです。そしてね、結構人にも慣れていて、噛んだりすることはあまりなくね、普通にハンドリングもできるので、手で持って、持ち上げることによって、こういう感じで観察することもできます。青舌トカゲというね、トカゲさんを知っている方は、それにちょっとね、近いような感じのね、ハンドリングであったりだとか、あとは行動パターンですよね。そういうような感じのね、行動が見られることが多いです。このね、ゴツゴツした感じ、本当にね、松ぼっくりみたいな感じですよね。このね、感じがすごくいいんで、僕もちょっと惚れてしまいました。こんな感じでね、衣装ケースの中でちょっとお湯を張ってもらって、こういう感じで温浴をしているわけなんですけども、結構ね、温浴しなくても、すごく元気でね、ハンドリングしてても本当に噛まないのでね、こういうような愛嬌のある顔でね、本当に可愛いですね。顔はね、めちゃくちゃ可愛いんですけどね、お値段の方がなかなか可愛くないので、お迎えを考えている方はぜひね、考えてからお迎えしてください。足が短いのでね、ちょっとよちよち歩きなところもめちゃくちゃ可愛いポイントになりますね。それではね、ここからは膝の上でハンドリングをやっていきたいと思いますので、ゆっくりね、見ていってください。はい、今回はね、こんな感じでウサギとカメさんにいるマツカサトカゲについて紹介させていただきました。マツカサトカゲはですね、なかなか高価でなかなか見る機会もないトカゲだと思いますので、もしよかったらね、ぜひウサギとカメさんに行って見てみてください。一度触ったらね、絶対に欲しくなっちゃうと思いますので、もしね、余裕がある方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。今回はね、この辺りでね、終わりたいと思います。またね、新しい動画を作っていきたいなと思いますので、もしよかったら見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、また高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。